長浜タワービルは、滋賀県長浜市元浜町に所在する建築物。単に長浜タワーとも呼ばれる。1964年に地元の資産家が長浜にも東京タワーのような名物を作りたいという意向で建設。ビルは5階建てで、その上部に長浜タワーと文字の入った鉄塔が建つ。計画段階では8階建ての上に鉄塔を設ける。 予定だったが、建築許可が降りなかったため、ビル本体と鉄塔の合計の高さが8階建てに相当する高さになるようにしたという。ビル内は雑居ビルになっており、開業当時は5階部分が有料の展望台になっていたが、現在は1階部分に2軒の飲食店が入居している他は閉鎖されている。4から5階部分は一回り、小さく3階の屋上に乗るような形で、 4階及び5階の展望台には、ビル内部の階段から一旦3階の屋上に出て、5階へは、そこから、さらに屋外の階段を上がって入る構造だった。また、かつては、ビルの向かって、右側側面の非常階段の外壁に、大きな赤いバラのレリーフ状の飾りを施していたが、老朽化により強風時に飛ばされる恐れがあることから2004年に撤去された。このバラの飾りは、 紳士が胸ポケットに刺した薔薇をイメージしたという。なおビルの正面には長浜東アービルと英語表記が入るが、ビルは請求書、勘定書き、紙幣といった意味であり、スペルミスである。本来ならば長浜タワービルディングとするべきものであるが、この語表記が B 級スポットらしさの情勢に一役買っているという意見もある。またビルの向かって、 左側の側面には2階以上へ上がるための階段の入り口があるが、この入り口のひさしに書かれた英語表記の方は正しいスペルとなっている。ありがとうございます。